ぽいね。握手会復活しないかなってね、復活するのかな。皆さん次お話し会取るよって迷ってる人います？取る部迷ってんだよねみたいな。私がおすすめ教えてあげる。おすすめ教えてあげる。やったー、だってちょっと待ってね。2月19日の2部。これは2月19日の2部は、あと残り少ないです。 2月19日の2部は残り少ないから、撮りたいと思ってももう撮れない説あります。朝エリナ、そう、朝エリナだよ。しかもそう、今日2部からだったけどめっちゃ元気だった。だからみんな期待しててください。朝エリナ、もう乞うご期待、マジで。あとね、今すぐ足してくる。本当ですか？2部は何時から？11時15分かな、多分。夜エリナ取りがちだって。まあ朝エリナもよろしくお願いします。メール来たらって。深夜エリナないです。あと1月15日の6部。あ、もうダメだった。1月22日の7部も。あとちょっと。だから、って1月22日の7部のエリナちゃんの写真撮りたかったってなっても、ちょっとね、あれですね。囲碁に出てるおだよりめっちゃ可愛い。ありがとう。まあでも皆さんお話し会待ってます。イエイ。ねえ、本当に買えなくなるじゃん。だってあとね、12月10日の7部とか、あ、12月11の7部とかですね。待ってます。ね、でもね、しばらくさないからさ、お話し会。ぜひ待ってます。
あれ売り切れてなかったっけ、7部だって。あ、7部売り切れてる。次は12月10日と12月11日です。全然ねチケット取れるのでぜひ待ってます。お話し会12月10日と12月11日はめっちゃもういつでも取れますし、もう応募したらすぐ当たるので待ってます。待ってます。でも何話そうか、だってもう未来について、今日初めてでした。お代理だって、お、ありがとう。どうだった？さっきいっぱい追加ありがとう。何枚取ればいいだって？30枚なんか、次も撮ろうと思いましたって、ありがとう。絶対待ってますから、一生忘れません。はい。ね。公演当たったよって人さ、昼ばっかりでビビった。公演当たったよって方、昼です。だってそう、夜の方もいたんだけど、もう全然昼の方が多い。行ってみようかな、だって待ってます話さずに見つめるだけの人っていますか、だってさすがにね、喋るね、みんな。確かに昼です。夜当たった。レア夜だって。どっちも落ちた。昼、両方ダメだった。ワイ夜です。だって。そう、でも昼がほんと多くて、あのね、5分の3昼で、いや違う、5分の 3.8 昼で、5分の 2.、1.2 夜とかだった。うん。今見てみたらサイン会撮ってたから、ワンショット撮ってみようかなとか思い始めてる。だってワンショットね、ワンショットさ撮って嬉しいようにね、いつもおしゃれな服着ようと思いました。すごい、クマ来た。パオパオマーガレットさんが大好きタワーくれました、ありがとう。イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。パオパオマーガレットさん、ありが、大好きクマタワー、イエーイ、ありがとう。ありが大好きクマタワー、イエーイ。バレンタインですかって感じのタワーだ。ありがとうございます。ワンショットもツーショットも楽しかったです。だって、およかった。だって皆さん、皆さんですって。みんなエリナちゃん可愛いって言うから、ワンショット撮って絶対当てる。だって優しい、当ててほしい。1月15、ワンショット撮ろうか迷ってる。だって、迷わないで、待ってるよ。エリナは待ってる。
25歳に見えないになって、やばい、これはどっちなんだどっちなんだ。お、すごい、ラブタオル。どっちなんだ。20歳ぐらいに見えるだって。5年前です。来月初めてお話できるの楽しみです。ドキドキの半々です。あ、ドキワクの半々です。ドキドキワクワク。ドキドキが 50%、ワクワクが 50% ってことか。ありがとうございます。イエイ。いつか公演当たったので楽しみにしてますって待ってます。ウォーキングデッドシーズンいくつまで見ましたか。一つも見てないです。一回も見たことありません。おだちゃん5年前ディバちゃんで優勝した頃、あ、この時期か。初めて行く時何話したらいいのだって。みんな何話してるかな。初めましてって、何々でって本当話したくてみたいなこと言ってくれる。みんないい人。ディバちゃん7年前じゃ。だって確かに思った、7年前ですね。5年前はもう全然ディバちゃんですね。お、待って、みさきさん、みさきちゃん、くま、ありが大好き、くまた、ありがとう、嬉しい、ありがとう、みさきちゃん。じゃあみんなでお礼言いましょう。みさきちゃん、ありが大好き、くまたわー、イエーイ、お話し会ありがとう。だってこちらこそありがとう、嬉しい、ありがとうございます。今日は大好きクマタワーが2連もありがとうございます。女の子のファン増えたね。だって女の子ね、ね、増えた、まあ昔に比べたら好きって言ってくださる方増えました。そうなの。だってそうなんす。でもちゃんと男のファンもいますよ。キャンディーズ歌ってくれてありがとうって言うファンもいますし、うん、
今日さすがに2部からだったからめっちゃ眠いわ。あくびが止まらない。インスタの写真めっちゃ好きです。だって、あ、本当？ありがとうございます。感謝感謝。エリナちゃんのまつげそれはマツパなのかしら。だってマツパじゃない。でも最近ねめっちゃまつげ上がりやすいんですよ。めっちゃビューラーでね上げクイッてやってる。マスカラ何使ってますって。これ男の方ですが答えますわ。オペラ、オペラのマスカラめっちゃいい。オペラなんか昔は高いねヘレナっていうコブラブラックみたいな高いめっちゃ高いマスカラを使ってたんですけど、それもめっちゃいいんだけど、やっぱオペラのねマスカラは安いのにめっちゃいい。だからもうオペラに変えました。安いし買いやすい。なんか薬局とかに売ってるから。そう、まつげパーマしてみたいんですよ。でもしたことない。してみたい。あと眉毛サロンに行ってみたい。でもあれケイトのまつげ下地を絶対にまつげに塗ってからやってます。私も本当に AKB に入ってからもうこれだけはずっと変わってない。ケイトのまつげ下地を使うことだけはずっと変わってなくて、マジで使わなかった日ない。なんかメイクさんとかにメイクしてもらうときは使われないけど、やっぱ使った方がいいなって思う。ケイトのマスカラ下地やってと置いてあのオペラやるともうやばい。あげあげ。まじょまじょのまつげ美容液めっちゃ伸びる。だって、おー、なんかさまつげ美容液とかもさ持ってんだけどさ、なんか塗るのめんどくさくてさ塗ってない。もういいやって思って。期限とかあるの？だって、いや多分あると思うけど、そういうものはさマスカラとかはさもうなくなったらわかるの。スカスカになるから、もう塗ってても塗り心地違うなってわかるから。そう、まつげ下地白くならない。だってそう、一回白くする。一回白くして繊維つけるの。こうやって、ま、ケイトのまつげ下地に繊維つけて、真っ白の繊維つけて、で少しちょっと乾かしてまつげのマスカラやるともうめっちゃありがとうって感じのまつげになる。また後で来ます。だってやばい、コスメの話になったからかな。いなくなっちゃった男。やばすぎ。てかサッカー決まりましたね代表。私はまつ
次上がってるね。だってサッカーね、日本代表見ましたけど、大迫選手がいなくてね、すごく日本はすごく盛り上がってましたよね。ワールドカップ、俺は原口いなくてがっかりだって。大阪外れちゃったねだって。サッカーでファンを取り戻そうとすんなだって。え、違うの、昨日お父さんと喋ったの、それについて。そう、三笘がね、三笘選手がさ、すごい上手いって、そうよくお父さん言ってんだけど、入ってた。そう、三笘選手めっちゃうまいって。で、私はあの久保選手と堂安選手って、なんかさ、あのアンダーなんとかの試合で見てたんですよ、試合を。あの若い人たちだけが出れる試合で、久保選手と堂安選手はなんかもうそのチームの、オリンピックか、そう、オリンピックのサッカーのチームの中でもなんかトップ、なんか新芽みたいな、 AKB でいうその時のオリンピックの日本代表のあの熱友的な、なんかそう熱友的な感じで、そう日本のオリンピックのあのサッカーの試合で、だからあって、久保選手と堂安選手いるみたいな感じで、そうちょっと嬉しかった。三笘選手、イギリスでもあいつやべえって話になってる、だって。え、そう、三笘選手マジでうまいらしい。あ、前田大然選手もね、めっちゃ知ってますよ。前田大然選手ね、あのね、確か同い年だったんですよ。そう、びっくりした。そう、それで覚えてる。そう、そう、めっちゃ年上そうで、めっちゃベテランっぽいやんって思ってたら、まさかの同い年でびっくりした。そう、あと知ってる選手はね、柴崎岳さん、この人は鹿島でしたよね、鹿島アントラーズ。なんかすっごい昔に、めっちゃ昔に鹿島アントラーズのが大好きなファンの人がいて、私の、そう、柴崎岳さん、そうがめっちゃ好きなファンがいて、毎回もう本当握手会のたんびに結構すごいサッカーのことについて話してくれて、柴崎岳がいいってずっと喋ってくれて、すごい覚えた。うん、そう、マノエリナさんの旦那さん、あ、吉田麻也さんも知ってる、長友さんも知ってる、川島さんも知ってる。シュミット・ダニエルさんを知らなかったけど調べた、そうくらいかな。え、あと知らないかも。田中碧みたいな人オリンピック出てたかな、なんか出てた気がする。なんか動いてんの見た。オリンピック出てた、やっぱり。でもコーチ、あ、森安さん、森安さんって前ずっとやってましたっけ。森安はじめさん、オリンピックの監督だって。オリンピック、あ、
監督、あ、じゃあ試合で見てたわ、じゃあオリンピックで。そうでもね、相手が強いんですよね、あの戦う相手が。ドイツとかでしたっけ、日本が戦わなきゃいけないのって。そう、スペインか。そう、ドイツスペインだよね。そうだから、そう、そのドイツスペインは強いから、それと戦うっていう感じで。そう、結構把握してるなんて。そうなの、意外と。そうだから、そう、そういう戦術なんだなみたいな、もうこのメンツでわかるよね。あ、こうやって戦うんだっていうのがこのメンツ見てわかる。うん、サッカーのポジションはゴールキーパー、 DF ディフェンス、あとミッドフィルダー MF、 あとフォワード FW、 うん、これはね、稲妻イレブンで覚えたの。これはいつも私組んでたからね、こうやって誰を出して誰を出してって、この形でいくみたいな、組んでたから、いつも稲妻イレブンで。そう、サッカー楽しみにんの。冬の開催珍しい。そうなんだ。11月にあるの変な感じ。え、なんで？そういう感じなんだ。普通は6月。え、なんで変わったん？コロナ、オリンピックと重なったんかな。違うか。カタール暑いかよりは冬になった。あ、そうなんだ。なるほどね。でもすごくないですか、なんかさ、サッカー選手とか普通にスポーツ選手とかさ、いろんな国行って戦うじゃん。普通に時差とかさ、環境とか全然違うのにさ、それにコンディションを合わせてさ、調節するしてさ、今まで練習してきた成果を出すって結構やばいですよね。そうやって考えたら、それがプロです。だっていや、そんなこと考えずにさ、見るじゃん、人々は。まあそういうの考えて見る人もいるかもしんないけどさ、だって違う国に行ってさ、まあ、時差とかあってさ、全然知らない、うん、食べたことない味の料理とか食べてさ、戦いに行くって結構すごい。うん、コックさんも一緒に行ってるんだ。すご。そうなんだ。でも私はあのサッカーの日本代表とかに、あの本田選手とか選ばれなくてびっくり。本田選手とか、あとなんで、私がさ、すごいサッカー選手といったら私にとって本田選手なわけ。あとね、ウッチー選手とか、内田さんとか、そう、内田さんとか本田さんとかだから、そう、もう昔だな。だって、そうなんだ。うん、そっか、キングカズさんとか、そう、中田秀さんとか、うん、だから、そう、なんか世代交代なんだなって思いました。うん、
同じ感覚です。だってね、中村、そう中村俊介さんもめっちゃそう上手いみたいな印象。え、キングカズさんあと5年で還暦。え、そうなんだ。いや、サッカー楽しみですね。思い出の選手いますか。だって、え、特にない。あ、乾さんかな。なんかずっと川木選手って言ってたら乾ってめっちゃコメント来て、それで覚えました。そう、川木選手。ネイマールさん知ってます。ネイマールさんめっちゃサッカーうまい。ネイマールさん、私が海外の選手でめっちゃサッカーうまいなって思うのはネイマールさん、メッシさん、ロナウジーニョさん。そうですね。メッシさん、メッシさんめっちゃうまいよね。メッシさんも代表になってんのかな、その国の。アルゼンチン？メッシはアルゼンチン代表になってる。え、すごっ、やばいじゃん。じゃあもうアルゼンチン激強。あ、アルゼンチンのキャプテン。え、本当？すごっ。クリロナってあの人か。え、この人もすごいよね。なんか人気選手。すごっ。あと私が知ってる選手なんだっけな、一時期すっごいね見てた選手がいたんですよ。すっごいね見てた選手がいたんですけどね、ハメス・ロドリゲスだ。ハメス・ロドリゲス一時期ずっと見てたんですけど、すぐ見なくなりましたね。そう、結構1週間ぐらいハマって、まあ1週間だけ見てましたって感じですね。そう、全然今も選手なのかな。今もやってんのかな、サッカー。やってる。てな感じでね、サッカー楽しみですね。皆さん楽しみにしていましょう。では、じゃあ今日の配信はこれで終わりたいと思います。では皆さん、本日お話し会ありがとうございました。今年の優勝予想は日本です。
では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位 KK3500、 12位秋元太郎、11位ゆみゆみ旦那、10位白地アット ODA 神推し、9位ひとくまさとる、8位ごめん先生、7位ゆゆゆゆ、6位せいか、5位みやちゃん、4位おんおん、3位みほ、2位みさき、そして1位はパオパオマーガレット。ありがとうございます。ということで皆さん見てくれてありがとうございました。またバイバーイ。